皆さん、こんにちは。プラム・マリコは JWP 女子プロレス所属だった女子プロレスラーです。1997年8月15日に広島市で行われた試合で、対戦相手の尾崎真由美からライガーボムを受けて意識不明の重体となり、救急搬送されたものの翌日に死亡しました。プラム・マリコは日本のプロレス史上で初めてリング災いで死去したレスラーとなりました。プラム・マリコの本名は梅田マリコ。1967年11月1日に東京都に生まれました。1986年ジャパン女子プロレスの1期生としてプロレス界に足を踏み入れます。プラム・マリコというリングネームは本名の梅田マリコの梅語英語に変えてプラム・マリコとしました。もともとはジャパン女子プロレスをプロデュースしていた秋元康が駒梅田と命名したようですが、そこからプラム・マリコに変えたようです。第6代 JWP 認定ジュニアチャンピオン、第4代 UWA 女子インターナショナル王座などになり、人気レスラーになります。しかし1992年にジャパン女子プロレスは経営不安や神取忍の反発などで解散することになり、解散後は JWP 女子プロレスに移籍します。 JWP に移籍以降のプラム・マリコは技術が高いレスラーとして知られていましたが、骨折などの怪我が多くなり、怪我から復帰してはまた怪我で長期療養を繰り返していました。プラム・マリコは事故前の頃には引退を考えていたのかもしれません。復帰した時の体を見て、これは引退が近いと感じたそうです。筋肉が落ち、贅肉がだいぶついていました。しかし面倒見がよく、技はうまいのでいいコーチになるだろうと思っていました。1997年8月15日のタッグマッチでの事故が起こってしまったのです。広島県広島市のアステールプラザで JWP 女子プロレスのタッグマッチが行われました。プラム・マリコ、コマンド、ボリショイ VS 尾崎真由美、天野理恵子という対戦で、プラム・マリコは尾崎真由美からライガーボムを受け、ピンフォール負けとなります。そして直後にプラム・マリコは意識不明の重体となり、どんちょうが降りて救急車が呼ばれました。病院に救急搬送されて緊急開頭手術が行われましたが、翌日の8月16日に容体が急変して死亡しています。プラム・マリコの最後の試合の動画はありません。1997年当時、女子プロレスの人気は下火になっていて、この試合のテレビ中継等はありませんでした。また当時は今のように携帯電話、スマートフォンがありませんでしたので、動画を撮っている観客もいなかったのです。そのため試合中の事故が起こった動画はないのです。現在残っているのはプロレス雑誌のカメラマンが捉えたプラム・マリコが救急搬送される時の写真のみになります。プラム・マリコの死因は急性硬膜下出血と脳挫傷です。脳を覆う硬膜下に出血が起こったことで、脳を圧迫するのが急性硬膜下血腫です。脳そのものが傷つくことが脳挫傷です。プラム・マリコは尾崎真由美のライガーボムを受けた際、マットに頭を強打したことで急性硬膜下出血と脳挫傷を負いました。緊急開頭手術で血腫等を取り除いたと思われますが、手術では対応できないほど脳のダメージは深刻だったのでしょう。ライガーボムはプロレスラーの重心サンダーライガーの技で、相手を持ち上げて落とす技です。相手を落とす時には自分はジャンプして開脚して尻餅をついて着地します。そして空中で相手の腕を自分の足に絡めることが特徴です。ライガーボムは特に危険な技というわけではなく、ごく一般的なプロレス技であり、もっと危険なプロレス技はたくさんあります。最後の試合でも特に危険な角度で落下したというわけではないようです。試合を見た人によると、普通に見えたけどなあ、あれなら堀田のピラミッドドライバーの方がえぐい、そんなに急角度な落とし方ではなく、普通のつなぎ技程度の落とし方でした、とのこと。このことからも尾崎真由美のライガーボムは特に危険な技だったというわけではないようです。ではなぜ亡くなってしまったのでしょうか。それはおそらくコンディション不良が関係していると思われます。プラム・マリコはコンディション不良で技を受け損なったために頭から落ちてしまい、事故が起こって死去したと思われます。
プラムマリコの最後の試合でタッグを組んでいたコマンドボリショイは次のように語っています。大空を即復帰としなかったのは準備不足や体調不良の選手をリングに上げてはならないというプラムさんから得た教訓の一つだと思う。おそらくプラムマリコはあの事故の日はコンディション不良だったのでしょう。でも試合に穴を開けるわけにはいかないから試合に出てあのような事故になってしまったのだと思われます。このコンディション不良での事故は三沢光晴と同じです。プラムマリコの死後も尾崎真由美はプロレスを続けています。プラムマリコにライガーボムをかけて死亡させてしまった尾崎真由美はジャパン女子プロレス時代からのプラムマリコの同期であり親友でした。試合中の事故であり悪意はない偶発的な事故で技のかけ方には全く問題はありませんでした。尾崎真由美の責任はなかったとしても自分がかけた技で親友が死亡してしまったことで精神的なショックはとても大きかったとのことです。ただ尾崎真由美は事故の後もプロレスラーを辞めることはありませんでした。1997年にフリーに転向後は主にガイアジャパンで試合を行い2006年にはオズアカデミー女子プロレスを立ち上げて社長に就任し現役レスラーとしても活躍しています。さらにマネージャーのポリスと交際していたことで TBS の夜な夜なラブ子さんに出演していました。ポリスとは破局しましたがこの番組が縁で格闘家砂辺光久と交際を始めたことも明かしています。プラムマリコの一周期前である1998年8月13日にはプラム追悼興行と称して JWP 女子プロレスや他の女子プロレス団体共催で追悼イベントが開催されました。また対戦相手だった尾崎真由美がオズアカデミー女子プロレスを立ち上げてからはオズ主催で毎年命日前後にプラムの花咲くオズの国という追悼イベントを開催しています。もちろん2021年も開催されこのプラムの花咲くオズの国には尾崎真由美はもちろんアジャコングや倉垣翼、アキノーなどトップ選手人気選手も参戦しています。尾崎真由美はこのプラムの花咲くオズの国以外にも東日本大震災を機にプラムズハート女子プロレスの会というチャリティー組織を立ち上げています。プラムマリコのお墓には毎年命日になるとたくさんの女子プロレスラーがお参りに来ています。プラムマリコ最後の試合でタッグを組んでいたコマンドボリショイはピュア J という団体を立ち上げていますが命日には毎年選手全員でお墓参りをしています。その他井上貴子もお墓参りに行っていますし命日前後にはたくさんの女子プロレス関係者がお参りに来る場所となっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。